この浅野川七夕笹流しは、金沢市の並木町町会が戦後間もない時期から始めた行事。短冊や飾りが取り付けられた笹を子どもたちが持ち寄り、浅野川に流し入れて願掛けをするものです。そして今年は、今回は輪島市内の小学生全員に、短冊を送って返してもらって、それを飾りました。約400人くらいだと思います。能登震災の復興が早くなるようにという。能登半島地震の被災地で暮らす子どもたちの短冊も集められました。家が潰れませんように。地震でいなくなった友達がみんな輪島に帰ってきますように。輪島市が早く復活してほしいです。率直な思いが記されていました。そして地元の子どもたちもそれぞれ夢や願い事を書いた笹飾りを手に持ちながら川沿いを練り歩きます。能登のみんなが元気になるよ。なんか家族のみんなが幸せに暮らせる。バスケが上手くなりますようにって書きました。能登が早く復興しますように。そして一行は梅の橋へ。短冊や飾りがついた笹を川に投げ入れます。環境への配慮から投げ込まれた笹飾りはすぐに回収されましたが、輪島の子どもたちから託された復興への願いは浅野川の流れへと捧げられました。